能がどんぐらい出るか怖いので、夜もし死んでてショールームすごい辛かったら嫌なので、副反応が出る前にチャチャチャっとショールームしておこうと思って。見て、ちゃんとポカリを飲んでいます。ワクチンにはポカリという噂を聞いているので、ポカリを飲んでいます。あ、別に今日1日で 1.5 リットル飲んだわけじゃないですよこれあとちょっとだったんで今口つけてますけど、今日1日で飲んだわけではないです。ワクチン打ちやすそうな服、そう、さえは2回ともワクチン打つときはこの服で受けています。これで行くとワクチン打ってくれるお医者さんがすごい喜んでくれる、毎回わー打ちやすいいい服だねーって言って刺してくれるこんにちはこんにちは。結局お昼にカレーライスを食べて、夜具合悪くなって食べれなかったら嫌だなと思って、カレーがどうしても食べたいから、そうだからお昼カレーにして夜軽くしようと思って、まあね、ワクチン打った日はしっかりご飯食べた方がいいらしいんだけどね。こんにちは。飲むゼリーもあるといいよ。あ、持ってます、買ってあります。ウィダイン的なやつ、ウィダインではないんだけど、ウィダイン的なやつ準備万端です。私は朝に打って夜の21時頃に出てきた。そうだよね、さやもね昼ぐらいに打ったんですよ今日、だから夜やばいかも。初見さんはじめまして、こんにちは、2人ともありがとうございます。トメさん赤トンボ10個ありがとうございます。こんにちはこんにちは。無印良品のさカレー初めて食べたけどむちゃくちゃ美味しかった、むちゃくちゃ美味しかったよ。ちょっとハマるかもしれん今後。カロリー低いのにめっちゃ美味しかった。お値段が張りますけどね。今日の夜からが勝負だね、熱出たら早めに解熱剤飲んだ方がいいよ。なんか解熱剤は予防的な飲み方してもいいってお医者さんが今日言ってたので、もうお昼ご飯食べてすぐ飲みました。一旦食後に飲んでおこうと思って、後で熱出ても嫌だし、辛くなってから飲むと良くない、逆にね飲む量増えちゃうから先に飲んでおきなってお医者さんが言ってたんで、はーいっつって。空腹でね飲むと胃が痛くなっちゃったりするから、お昼ご飯食べてすぐ飲みました。こんにちは。バターチキンのやつ、いや今日食べたのはキノコとチーズのカレーみたいなやつ。こんにちは。チキンさんこんにちは。今日は無印のユッケじゃん、いいねユッケじゃん。さやは昨日ごま味噌担々鍋したよ。結局その日になんかすごい汁少なめで作ったから、その日に汁もうどんにして締めで飲んじゃったから2日鍋はできなかった塩分高いから飲むなよって話なんだけどね。こんにちは。久しぶりにポカリ飲むとうまいよね、ポカリスウェット。こんにちは。これでね多分2日3日はジムに行けないので、ストレッチメインで家でちょっとやろうかなと思っています。こんにちは。でも今日この服ちょっと寒かった。今日外寒くない？なんか昨日一昨日さ、なんか東京寒いよってさすごいビクビクし言われてビクビクしてたけど、昨日一昨日結構外出ると暑いじゃんって思ってたけど、今日はさすがに雨だから特に寒くて、ちょっとこの服寒かった、肩冷え冷えだった。まあねこいつが熱持っててちょうどよかったんですけど、外気で冷やされてた熱を持った腕てかジムを GYM って書くの可愛すぎん？いやいやショールームだってジムっていつもさやの脳内はちゃんと英語表記で言ってますよこんにちは。お話し会の服その服でお願いします。この服でももう3年前とかに買って、握手会で着たことあるけどね、
皆さん覚えてますか、この服着てた。佐賀も寒いね、なんか今日明日ぐらいで全国的にめちゃ寒くなるらしいよね。ついに本格秋って感じだね。そうですね、朝からカレーを作ったので昼も夜も明日もカレー、いいね、最高。明日はカレードリアとか作ろうよ。カレーグラタンでもいいな勝手にリクエストすんの私の食事じゃないのに勝手にリクエストすんの。755通知来なくてびっくりした。あら失礼、755たまに通知の調子悪いもんね。でも来てくれてありがとう。こんにちは、こんにちは。北海道は初雪、早いね、ま、北海道は10月に雪降んだ。早いね、さすがに。2018年の3月の握手会できてるね。いやいや、その記憶がピンポイントすぎてすごそんなピンポイントで思い出せることある、すごいね、才能だわ。3年半前ですね。こんにちは、こんにちは。めっちゃ写真遡ってくれたりしたのかな、ありがとうございます。今どんな服装、これね、ワンピースになっててお尻まで隠れる長さのパーカーで、肩がこう開いてて、ワクチンのシールが貼ってあると。なんかはいでいいって言われたけど、献血と同じ感じではいでないんだけど、別にはいでいいんだよな。献血ってさ、結構太い針で血取るからさ、結構長い時間こうしっかり貼っとかなきゃいけないけど、ワクチンの針めっちゃ細いから刺す時も痛くないし、刺した後も別に血出たりしないから、別にいつでも吐いていいんだよな。マサトさん、赤トンボ10個ありがとう。ワクチンで全然痛くなかった。もうさ、注射さ、普段の献血の針がマジ死ぬほど太いからさ、目に見えるサイズだからさ、この穴が、だからさ、なんかそれに比べたらさ、あんな細い針どうってことないよね。一瞬だよね、マジ。なんかお医者さんと話しながら打ったけど、お医者さんが何の話してたか全然覚えてないわ。なんか話しかけられて、なんだっつったっけな、あ、そう、寒いよねみたいな、今日急に寒いよねみたいな話 してる間に、はい終わったよっつって、あ、エビセセースっつってあざーすって言ってね、感じです。献血で慣れてる、そう、献血で慣れてると全然大丈夫、余裕すぎる。まあこっからなのよ、ワクチンの本当の辛さは。副反応どんだけでかいか問題ね、そっちなんで。刺した時の痛みは全然あれなんですけど、そう、こっからだね。熱出ないといいな。先手必勝で解熱剤飲んだんでね、ちょっと熱出ないといいなと思っています。まあ、ちょっとね、まだなんか1回目はもう打って10分くらいで腕めっちゃ痛かったんだけど、2回目はまだそんなほぼ痛くないので、そう、全然まだ腕上がるんで、早いタイミングでちょっと、夜もあったらお風呂入って、なんかもう夜は死んでも大丈夫なようにしておこうかなと思っています。こんにちは。今ストーブつけてる。そうだよね、場所によっては寒いよね。お風邪ひかないように皆さん、急な温度変化が一番体崩しやすいし、この時期に熱出たりすると本当にややこしいんでね、皆さんお体にお気をつけてくださいね。こんにちは。2回目は辛かった、熱と筋肉痛。2回目の方が辛い人もいれば、意外と2回目はケロリみたいな、そう、人もいるので、マジ人による。こんにちは。お風呂ダメなんじゃなかったっけ。いや全然大丈夫ですよ。でもなんか長湯はあんましないでねーみたいなノリです。シャワーとかなら全然大丈夫。まあ、今日はシャワーにしようかな。ここ3日ぐらい湯船使ってるし、1日ぐらい浸からなくてもね、
まあまあいいでしょう。あまりに何も出ずに翌日暇で車磨いてた元気すぎ、元気すぎ。それはさやも何にも出なかったら明日のネモハモルーマーのレッスン参加できんだけどな。絶対に腕痛いから絶対に参加できないんだよな。もうわかる、察してる。こんにちは。接種した夜は微熱でも翌日には高熱になってる人が多いよ。そうですよね、私も前回1回目はそうだったんだよな。1日目はなんか意外といけるかもと思ったけど、 2日目がなだるかったんだよな、熱出たし。こんにちは。でもさ、明日までなんですよ。ネモハモルームは一度もレッスン受けてない人が受けれるレッスンしてくれるのが、明日を逃したらもう一生ネモハモのレッスンないかもみたいな感じだからさ、マジで明日副反応ゼロでネモハモのレッスン行きたいんだけど、もう絶対無理なんだよな。理想論はそうなんだけど、理想論はね、レッスン受けたいんだけど100無理なんよね。こんにちは。だからちょっと泣いてる。ネモハモ覚えないと今後、いや、わかんないけど劇場、ね、だいたいさ、いつもさシングル出たら劇場公演の最後にさ入れるやん、セットリストに。だからもしそうなった場合さ、一生劇場出れないんだけどどうしよう、どうしようかな。今後劇場公演の最後ネモハモやるんで、覚えてる人しか劇場出れませんってなった時に積む積むんだけど、泣いた。今劇場でネモハモやってないから大丈夫よ。そうかな、あれみたいになるかな、ノーウェイマン的な感じになるかな。ノーウェイマンさ、なんか最初はやってたけどさ、なくなったじゃないですか。みんな全然レッスン受けてないのに無理やんってなってなくなったんですけど、そういう感じになればいいけど、今回は本当に、でも今回のダンスは本当になんか話題になればなるほどいいから、絶対やると思うんだよな。やると思うんですよね。ちょっと全然その辺の詳しい情報まだ全然決まってないと思うんで全然知らないんですけど、予想ね、予想ですよ。私の二人公演だからネモハモ、確かに二人公演でネモハモは辛いね。それはそう、それはそう。こんにちは。それは正解だわ。でもどうなんだろう、緊急事態とかも緩和されたからさ、8人戻ってこないのかな。二人だとさ一生出れなくない？二人公演も出たいんだけど、あれってどうやったら出れるのあれってどうやったら出れるんだろう、どうやったら呼んでもらえるんだろうね。それもわかんないわ。こんにちは。こんにちは。可愛い服だね、ありがとう。解熱剤準備した方がいいかも。もうね、すでに飲んでおります。そう、夜ご飯でも飲めるようにいっぱいありますから大丈夫です。ありがとう、ご心配。今日時間あるから久々に自炊しようかなってなってる。いいね。さやも今回東京帰ってきてから狂ったように自炊してるよ。まあ今日はちょっとワクチンのこともあって、あのレゾルトカレー食べましたけど、二人公演は結構順番待ちって噂を聞いた。私も聞いた。だってさ100人弱さメンバーがいてさ、二人しか出れないんだよ。そりゃ順番待ちにもなるよね。こんにちは。劇場大好きマンとしてはやっぱ劇場に出たいよね。こんにちは。
東京も寒いですか？今日寒いです。何度だろう今日。今日東京は現在13度。冬じゃん、冬じゃんって感じなんだけど。明日最低9度とか書いてあるよ。ふざけてますね。みんな風には気をつけて。こんにちは。アイドルサリンも見たい。え、それ何歳もアイドルサリンやりたいんだけど、そろそろこんにちは。2人公演だと誰と組みたいですか？ずっとハマちゃんと組みたいねって話をしてるんですけど、ハマちゃんは今愛媛にいて、私が愛媛に行くときは逆にハマちゃんが東京みたいな、それ違い祭りが起きているので、現実的に今できる人だったとしたら誰だろうな。あ、誰がいいんだろう。誰でもいいけど、みんな好きだから誰でも嬉しいけどな。それこそヒカルとかと二人だったらさ、絶対楽しいよね。同期だし。そう、絶対楽しいと思うわ。こんにちは。東京あったかいな。まあ北海道に比べるとさすがにあったかいですよね。出るってなるとあのセトリ振り入れしなきゃだもんね。でもなんか思ったんだけど、ぼっちゃん劇場のジョンマイラブのダンス結構むずいんですけど、個人的にはちゃんとすぐ覚え、ちゃんとすぐっていうか、めっちゃ練習自分でしてたからすぐ覚えれたんですよ。だから自分のポテンシャルをジョンマイラブに出たことによって感じているので、なんか今なら何でも覚えられそう。この前のイベントもそうだし、イベントも6曲7曲ぐらい初めての曲だったけど、2日ぐらいで覚えれたから、自分のポテンシャルをね感じてるよ最近。こんにちは。こんにちは。ハッツとかね、ミスターとかもうすでに出てるメンバーもいいけど、今は一旦でまだ出てないメンバーを今上げてみた。光るってね。ベイクトさん、可愛いギフト10個ありがとうございます。ヤッチさん、お猿さん10個ありがとうございます。こんにちは。月と水鏡歌ってほしいな。いや、あの聴かせる系の曲ってやっぱいいよね。北海道の稚内かな北海道の地名さあんま読めないんだけど、寒いっす。北海道寒いよね。北海道絶対寒いだろうな。でも行きたいな、冬の北海道。いや、この時期ぐらいの北海道一回行きたいな。真冬は多分雪多すぎて死ぬから、このぐらいの、うわー寒くなってきたぐらいの北海道行きたい。なんか夏の北海道ってよりはこのぐらいの時期、10月11月ぐらいの北海道行きたいですね。雪降り始めるかなぐらいが行きたいかも。ザニーこんにちは。こんにちは。こんにちは。長野も寒いんじゃないの？まあ長野はまあまあ盆地なんで結構寒くはなりますね、冬はね。まだでも今はそんななんじゃない？ちょっとわかんないですけど、最近帰ってないんで。ちょっと長野の天気見てみますか。長野市本日、あでも今、あこれどうやって見た、おいバグってるよ。今13度ですね。東京と同じぐらいだ今の長野は。まあでも寒いよね。まあまあ寒い。長野はでも、うん、まあ登校中に足が霜焼けになるぐらいには寒いですね。長野はあの昼夜の寒暖差がえぐいんですよ。夜と朝マジガン寒です。そう、
ガンサムですガンサムとか使ってる人聞いたことないわどんどん新しい言葉作っちゃうな。こんにちは、こんにちは。稚内最北、稚内最北だっか。北海道地理めっちゃ弱いんだよね。長野県以外の地理鬼弱いんだよね。長野県の地理も別に強くないから、県外の市とかは無理。47都道府県の場所は分かるんだけどね。こんにちは。私的には寒いより暑い方がマシ。確かに私もそうかも、私もそうかもな。でも長野、まあ東京の冬は別に余裕だと思ってるけど、個人的に長野の冬は本当に足が霜焼けになって痛くて痒いからすごい嫌。学校行ってる時とかめっちゃ嫌だった。でもタイツ履くのダサいから、スクールソックスで通ってたんだよね。結構頑張って、結構頑張って素足で通ってた中学時代。頑張ってるよね。その痩せ我慢いらんわって今は思うんだけど、ダサいんだよねタイツ履くとね。苫小牧読めますか？読めました盆地は夏暑くて冬寒い。それな、わかるわかる。東京の冬はビル風が寒すぎて無理。まあ確かに風がね、確かに。でも足霜焼けになったりはさ、あんまりしないじゃんあんまりしないじゃん。そこがいいところだと思う。やっぱ霜焼けが私の冬の一番嫌いな症状だから、そう、霜焼けにならないのであればもはや何でもいい。風とかはさ、すごいあったかいコートとか着ればさ、基本的には耐えれるけどさ、霜焼けはさ、どんなに厚い靴下を履いてもなるときはなるからね、外にずっといるとね。そう、こんにちは。それが嫌霜焼けきつかったな。めっちゃユースキン塗りたくってた足に。車検で、車検さんありがとう。こんにちは、こんにちは。冬だと暖房つけてなくても夜、違った、え、なんだって読めなくなっちゃった。頭バグり始めちゃった。冬だと暖房つけてなくても外より中の方が暖かく感じ。確かに、確かし、風がね冷たいよね冬はね。こんにちは。やっぱ長野の冬で19年間過ごしてきた女としては、東京の冬は全然余裕なので、今年はノリノリで生きています。長野でもマイナス10度くらいまで下がるんですか？あー、場所によるかな。うん、市街地はそんなに、どうだったかな、ちょっと、うわー、そんなイメージないけど、冬夜とかはワンチャン下がる日もあるかもしれないけど、昼間それはあんまないかもしれない。長野市とかだとないと思う。ちょっと標高高いとこ行くと余裕で行くとは思うけど、市街地はそんなないんじゃないかな。ちょっと長野がどれぐらいの気温なのかあんまり意識今までしたことがないので、わかんないです、わかんないですね。バイク乗りには冬は辛い。確かに凍るしね、道もね、場所によっては怖いよね。寒いし、何より寒いし。こんにちは。そう、年々ね冬寒くないんですよ。年々ね雪も減ってるし、暖冬な感じはする。そうそうそう、こんにちは。暖冬になってる感じはしますな。あんまり最近寒いなと思わないんだよね。そう、まあ、寒いんですけど、寒いもんは寒いけど。うわ、小学生の時の冬とかめちゃくちゃ懐かしいな。なんであんな元気だったんだろう。遊びに来てありがとう。
献血お披露目で初めて冬長野を経験した思い出。私のファンの人かっこ長野県外の人は長野に来たその郵便局長とか献血のイベントとかで来たのが多分多いと思うんですよ。だから大体冬やんそれやってんの。だから長野は相当寒いとみんな思っているはず。小学校の時とか体育の授業をお休みにして雪合戦とかしてたもんな。先生が体育の小学校あれか、担任の先生が全教科持つから担任の先生がじゃあみんなで雪合戦しに行くかっつって雪合戦したわ校庭で。懐かしい。中学の時は中学の帰りに小学校の校庭に寄ってなんか4人ぐらいで雪合戦しながら帰った。制服をいかに汚さないで雪合戦できるかみたいな。雪が当たる分にはいいんだけど汚い雪使って作って雪玉だという制服が汚れちゃうからいかに綺麗な、まあ、雪って別に綺麗じゃないんだけど泥がない泥がついてない雪で雪合戦できるかみたいな感じで遊んで帰ったことあるわ。そう懐かしすぎ。初見です。初見さんありがとう。かわいいありがとう。今日はすっぴんでおります。雪合戦するときって手袋外すよね。そう手袋に雪がねひっついちゃうんだよね氷がね。だからやっぱ手の寒さを我慢しながらやっぱ手の熱でちょっと溶かしてこう強固な雪だるまに雪だるまじゃない雪玉にするのがやっぱ雪合戦で勝つコツなんですよ。まあそれ当たるとバチバチに痛いんですけど。そうあれそう手の熱で溶かした雪玉めっちゃ痛いんだけどね。そうでそれが一番強いんだ。それが一番強い本当に。いや懐かしい。雪合戦とかもうする年齢じゃなくなっちゃったな。したいけどしたいけどできる年齢でもなくなってきてしまった。やだよ二十歳になりたくないな。最近もうさすがにあと1ヶ月で20歳ってなったら意識し始めてる自分の二十歳になる瞬間を。でももうすぐなんだけどみたいな。やばい意識しちゃってるわ。スキー派スノボ派スノボ派スキーあんま上手に滑れない。お酒何飲む予定？最初のお酒はほろ酔いとかから始めたいなと思ってる。かわいいありがとう。すごい身構えるけど意外と何も変わらない。でもお酒飲めるようになるのはでかくない？やっぱり幅が広がるやん。だってさやのさそのずよく話すさあの中学の時からじゃ小学校の時からの親友私も含めた5人組みんなさもうさお酒飲めるのよ。私だけなの今飲めないの。だからみんながさ飲んでるらしくて早く飲み会したくねみたいなそう思ってる。遊びの幅が広がるよね。今まではお菓子とジュースとボードゲームとかで遊んでたのがお酒で語り合うという集まりができるようになりますからね。でかい変化ですよそれは。
中学生だったサイリンが20歳か、なんか感慨深い。成人式は泣いちゃうかも親のような気持ちで見てくれてる。嬉しいね。シャンペーンでお祝いになるのでは。いや、どうでしょうか。でもさ、愛媛で初めてのお酒飲もうかなと思ってますけどね。23から多分愛媛行くんで、22で飲んでさ、次の日さ、めっちゃ寝坊して愛媛行けなかったら嫌だから、絶対22はお酒飲めないんですよ。さすがにさ、でかいさ仕事に行く前のさ、飛行機乗る前日はさ、ちょっとお酒怖くない？飲むの。さすがにワンチャンあるじゃん、最後めちゃくちゃ弱い可能性あるし。だからもう愛媛に行ってからにしようと思ってんの、我慢して。だから愛媛に行って誰か、一人で飲むと不安だから誰か誘って飲もうかなみたいなそう、誰かお誘いして、ちょっと 初お酒、皆さんのどなたか付き合ってください。リンさんとか誘おうかなおきくちゃん誘おうかなって思ってます。みんなね、さやがお酒飲めるようになるのなんか楽しみにしてくれて、リンさんとかめっちゃ楽しみにしてくれて、カエさんとか優しいほろ酔いはハピクルあたりはジュースみたいなもんだから、サリにも飲めそう。なんかさ、今日スーパーに行ってたまたま見つけたんだけど、なんかすげえいっぱい置いてあったから見つけたんだけど、なんか桃、ほろ酔いの桃が置いてあって、うわーこれ初めてのお酒で飲みたいな、1ヶ月後まだあるかな、期間限定じゃないかなって思った。こんにちは。カルアミルクはコーヒー牛乳みたいで飲みやすいよ。なんかその話聞いたことがあります。コーヒー牛乳好きだから飲んでみたい。初見です。お、初見さんありがとう。20歳楽しみ、楽しみです。前向きな姿勢が素敵。そうかな、そう昔は飛行機に乗る前にお酒を飲んでたね、怖いの紛らわすために。めちゃくちゃ可愛いじゃん。ちょっと飛行機怖いから、ちょっとお酒で感覚ま、なんか鈍らしとこうってことおもろ。カエさん強そう。カエさんめっちゃお酒強いらしい。こんにちは、こんにちは、こんにちは。これで長野県人会のラジオがまたあれば飲めるね。確かに長野県人会マジ酒の話めっちゃ多すぎて、ずっと置いてかれてて、さえは一生ジュース飲んでて寂しかったから、次会ったら大丈夫そうだね。嬉しいわ。炭酸がダメなサイリンには日本酒がそう。でもね、炭酸ね、最近ね結構強くても飲めるようになってきたよ、炭酸のジュース。うわ強っとは思うけど、全然飲めるようになってきたから大丈夫そう。まずはシャンメリーから。いや、シャンメリーはお酒じゃないのよ。毎年大晦日に飲むのよ、うちでなぜかシャンメリーお父さんが絶対買ってくるから絶対飲むのよ。そう、シャンメリー炭酸強いよね。シャンメリーすんごいチビチビじゃないと飲めない、ごくごく飲めない、炭酸強いからチビチビチビって飲むシャンメリーは。こんにちは。万次郎様がバナナとかのお酒作ってたよ。あー、なんかなんだっけ、もう一個作ってたよね、なんか バジルみたいなお酒も、トマトとバジルだっけね。飛行機乗る前よくビール買ってる人を見るのはそのためか。いや、多分普通にお酒楽しみたい人の方が多いと思うけどねあれじゃん、新幹線で絶対お酒飲む人とかいるじゃん。さやはそう、ビールの匂いあんま好きじゃないので、近くの後ろの席の人とかがビール飲み始めると外れの席だって思っちゃいますけど。ポケモンのシャンメリー、え、そう、うちはだいたいポケモンのシャンメリー。去年は鬼滅だったかな、忘れちゃったけど、仮面ライダーだったかな、ちょっと忘れちゃったな。こんにちは。
日本酒みたいなシャンベリーの飲み方。え、日本酒ってチビチビ飲むんですか？確かにごくごく飲むイメージはないか。すごい、なんか謝ってる人いっぱいいる。新幹線でお酒飲む人いっぱいいるぞ。いっぱいいるな。まあ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 、まあ、車窓を見ながらね、車窓の景色を見ながら飲むのが楽しい人もまあいるのでしょう。まあまあ仕方がないことでございます。カクテル系好きですか？ザヤはまだお酒を飲んだことがないので好きかどうかも分かりません。まあでも、カクテルってどんなもんなんだろう。ジュースとはまたきっとアルコールが入ってるから味も違うんだろうな。ちょっと分かんないですけど。嫌だったけど大人になったら新幹線で飲むようになってしまった。まあでもあれじゃない、大きい声でどんちゃん騒ぎしなかったら別にいいんじゃない。お酒飲んで声が大きくなっちゃう人は控えましょう。外でその公共機関で飲むのは。長野県民は陽明酒飲まないと。陽明酒結構お酒強いんでしょ。なんかうちのお母さんがなんか健康のために飲もうとした時に、うちのお母さんお酒弱いんで陽明酒お酒強すぎてすぐやめてた。瓶めちゃでかいの買ったけどめっちゃ残ってたね、飲めなくて。お酒強すぎて、アルコールが強いんですよ陽明酒って。こんにちは。でもさ、陽明酒の工場行ったことあるよ、なんか社会科見学で。あれいつ行ったんだろう、高校の時、中学の時、中学かな、さすがに中学だった気がする。中学の時に陽明酒の工場を見に行ったな。陽明酒って酒なんだ。まあ陽明酒って書くぐらいだからね、酒って書いてるからね。陽明酒は 14% 高いね。 14% はね、それなんなく社会科見学クラスごとだったんだけど、うちのクラス外れだった陽明酒。なんかそう、寒天パパ行った人は寒天パパでなんかゼリー食べれたらしいんだけど、陽明酒お酒だから中学生の私たちにたしなめるものは一切なく見るだけで帰ってきた。そう、うわー外れだーって言ってたの覚えてる。なんだよ寒天パパいいのゼリー食ったんでしょみたいな話してたわ。めっちゃ綺麗だったけどね工場は。工場バリ綺麗だったけどね、衛生管理えぐかった。北斗は長野ですか？そうです。やっぱさ、小中の時のさ、私たちなんてさ、いかにうまいもんが食べれるかみたいなさところにさ人生の楽しみを置いてるわけじゃん。そうそうそう、やっぱちょっと寂しかったよね。こんにちは。最近はプロテインのカフェラテ割りです。健康じゃん。めっちゃ健康じゃん。いいね。プロテインはやっぱいいですからね。やっぱタンパク質に勝るものはないですよ。甘酒はお酒ではありません。アルコールは入っていません。ワイナリーはブドウジュースという技があるけどね。確かに。ワイナリーは当たりだね。もしワイナリーが社会科見学だったら。今日は仕事で長野の上田市に泊まります。上田市は詳しいですか？そんなに普通ぐらい。長野県ってさ、なんか死ぬほど詳しい場所じゃないんだけど気づいちゃった。みんな全部
どこもふんわりみたいな。どこ行ってもふんわりなんだけど、長野市のことも実はそんな知らないっていう。そう、緊張所在地のこともあんまりよく分かってない。高校の時お伏せの筑風堂の工場見学に行って栗菓子もらってきた。それは大当たりじゃない？ SSR だよ。初見さんこんばんは。こんばんは。お酒は食べ物の味を消す。あ、そうなんだ。味覚がそんなに繊細じゃなくなっちゃうんだ。広いから行ったことない市町村がある。そう、行ったことない市町村があるっていうのもそうだし、あ、初見さん初めて来ました、ありがとう。行ったことない場所っていうのもあるし、仮に住んでた場所もあんまり出歩かなかったからちょっとわかんないんですよ。こんにちは。やばない？なんかさ、その中学の友達とかさ、めっちゃ駅前とかに詳しくってさ、ここにはこういうカフェがあってみたいな、ここはこれが美味しいよみたいな、一個も知らんのよ。え？ってなってる。そう、なん、そう、引きこもりの差が引きこもってたせいで本当にわからない、どこもわかんないってことに気づいちゃった。引きこもったせいで悲しいね、ほんま悲しい。こんにちは。田所さん、リスちゃん、ありがとうございます。イエーイ。悲しくなってきたな。本当に引きこもってたもんな、小中とか。ちょっとよくないよ本当。みんな積極的に外に出ていこう。引きこもってていいことないよ。飲み物は水が一番おいしい、何にでも合うしね。確かに私は麦茶が好き。最近ずっと水飲んでるけどね。ずっと水飲んでます。で、食事の時はお茶がいいな、朝やは。そう、ウーロン茶とか緑茶とか麦茶とか、食事の時はなんかお茶をセットに食べたい。運動してる時は水をガブ飲みしたい。こんにちは、こんにちは。薬飲んだからかな、眠くなってきちゃった。サイが飲んだ薬、眠くなる作用入ってたかな、忘れちゃったけど、眠くなってきちゃった。毎日ウォーキングしてます。えらい。こんにちは、こんにちは。いや、雨の日嫌だよね。今日もさ、もうここさ2日ぐらい自転車乗ってたけど、雨の日だから自転車乗れないじゃんと思って、そう歩いたよね今日。今日雨やけどこれからジム行く。えら。私はこう2日3日ぐらい多分ジム行けないんで。なんかワクチン打つ前に運動するの良くないという噂を聞いたような気がしたけど、ガン無視して今日朝行きました。どうだったかなと思って。打った後には絶対しちゃいけないって聞いたけど、打つ前どうだったかな。まあなんとかなるやろっつって行きました。行ってしまいましたね。さすがに、さすがに行ってみた。そう、だから今日頑張ったので、今日明日明後日ぐらいは我慢したいと思います。こんにちは。ジムに寄ってからワクチン会場に行きました。今日めっちゃ忘れ物したけどね。なんか接種券みたいなあるじゃん、あの自治体から送られてくるワクチン接種の接種券みたいな、あれめっちゃ忘れてって、後日送ってくださいって言われた。そう、
後日その接種券郵送でこっち送ってくださいって言われた。何にも持ってかなかったんだよな。運転免許証があったからさ、本人確認できたから受けれたけど、めちゃくちゃ忘れたよね。えってなった。なんか行きの電車で気づいたんだよね。いや持ってきてないぞってなんか市がやってるよあのワクチン接種だと今日はじゃあちょっとダメなんでってなるらしいけど、職域接種だから今回私職域接種の場合は忘れても後でなんか送ればセーフらしい。ラッキーと思って。ほんとこういうとこあるんですよ、忘れ物しちゃうんだよね、しちゃうのよ。なので忘れないうちに今日のうちに郵送の書類を用意したいと思います。まずその接種の紙を探すところからスタートです。多分あそこにあるんですよ、もうね分かってんの、目星はついてるんです。だからすぐ出てくると思います。こういうとこあるよね、さやかちゃんね、ちょっとね忘れ物多発するっていう特殊能力持ってるからよくないね。やばい眠いな今日はね。でもお昼ご飯食べ過ぎちゃったから夜は軽くしようかな。ちょっとお腹すきすぎていっぱい食べちゃった。こんにちは。そう最近ね、最近よくゲームをしているんだけど、何のゲームをしているかっていうと、一時期話題になったスイッチのゼルダの伝説ブレスオブザワイルドをやってるんですよ。知り合いにソフトを借りまして、なんか貸してあげるよって言ったから、あ、借りますって今やってんだけど、ありがとうっつって、最高です。こんにちはこんにちは。なんか私 RPG が苦手で、昔からこう完璧主義者すぎて一生進めないんですよ私。だから今までこう進めなくなっちゃうから、そうレベル上げばっかりしちゃって進めなくなっちゃうから、そういうんだったんですけど、ちょっと超おすすめされてやってみたら、なんかアクションが RPG だから、そう意外といけた。ゼルダはね、うちの兄ちゃんやってたっけな、ゼルダやってたような気がする。それを隣でニコニコ見てたような気がする。兄ちゃんがゲームやってるとこよくでね見てるのが好きだったんですよ昔。こんにちは。スレイヤー首が出ました。サリンゼルダは意外だわ。それ何歳もゼルダやる日が来るとは思わなかった。そう、うちの兄ちゃんがやってたゲームはラチェット&クランクとキングダムハーツ。それキングダムハーツがやりたいんですよ。そう私キングダムハーツがしたいので、キングダムハーツ1からやりたいけど、どうやってやるんだろう。スイッチで できないのかな。キングダムハーツってのプレステだよね。あれプレステじゃないっけ。そんな気がする。キングダムハーツやりたいんだよな。プーさんのとことかマジ可愛いですかね。
プレステだよね。プレステを買うところからか。こんなにやりたいのに。ゲームは見るのも楽しい。そうそう、もともとは見るのが好きで、あれです、 YouTube でゲーム実況一生見てるんですけど、私キングダムハーツやりたいな。ラインナップキングダムハーツ PS4 があればできるってことね。お父さんから借りたいな。キングダムハーツはこの間スイッチで過去作品の発売決定。あ、本当？スイッチでできんの？じゃあそれ買うかも。最高じゃん。え？どこでその情報見れるのこれ？全然わからん。全然わからん。どうやって調べるのこれ。キングダムハーツスイッチ、キングダムハーツ3作がスイッチで発売決定。 1.5 たす 2.5 2.8 3、待って、 2.8 って何？あのさ、ドラクエとかと違う。ドラクエとかって1、2、3みたいな感じじゃん。 2.8 って何？刻みすぎじゃね？そんなことある？でもいいですね、やりたいな。買うやもしれませんね。買ったらまたご報告します。って言って買わないかもしれない。ワンチャン買わないかも。わあ、でも懐かしいな。うちの兄ちゃんがやってんのずっと見てたな。なんかあのアリエルの世界のさ、あのタコのヴィランズいるじゃん。名前わかんないけど、タコみたいなやつ、あれのあのところですごいお兄ちゃんが戦ってたのめちゃくちゃ覚えてるんだよね。すげえピンポイントの記憶じゃない？それ以外のなんか街とかを走ってたのも覚えてるんだけど、一番覚えてるのはそのタコみたいな敵とめっちゃ戦ってるとこめっちゃ覚えてる。こんにちは、こんにちは、ただいまお帰りなさい。いや、ゲーム久しぶりにハマってるけどいいね。英語人格はダウンロードしたけど全然やってない。やっぱああいう系のゲーム下手くそなのがバレるからさ。ゲーム下手くそなのバレるやん、ああいうゲームって。オンラインでやるやつってつらい。甥っ子にスイッチ買ってあげたら兄に怒られた。いやー、買ってあげたくなっちゃうよね、甥っ子にね。わかるわかる、何でも買ってあげたよね。まあゲームに関してはね、家庭のね方針があるからあれよね。動物の森やらないの？そう、動物の森が今度ダウンロードコンテンツが発表されたんですよ、新しい。なのでちょっとあれやなって感じ。やりたいなっていう気持ちではある。でも、もう随分何ヶ月も開いていないので雑草だらけになっていると思います。ゲーム全然やらなくなっちゃったな。いや、そうそうなのよ。最近本当にやってなかったから、ゼルダの伝説でなんか、あ、久しぶりにハマれるゲームに出会ったわと思って。まあ動画の編集しろよって話なんだけど、マジでマジで動画の編集しなさいよ自分。
目標は今週中に1本動画を投稿することです。こんにちは。いや、やる気を出せばできるはず。まあちょっと今週は絶対に1本あげたいと思っています。なんかちょっと編集が大変で、今編集してる動画ちょっともう一個しか上がらなくなっちゃってるので、家にいたらやる気が出ないので、今度どっか喫茶店にでも行ってやろうと思ってます。お楽しみに。遠い目標です。まあそんなにかからないうちにね、作ろうと思ってます。サリンの YouTube 好き、ありがとう。で、今回の動画ちょっとナレーションつけなきゃいけなくて、音声後撮りにしちゃったの。無言で動画撮っちゃったから、後で声つけなきゃいけなくて、その喋るのが苦手だから私。だからちょっとおもろいこと言えるように頑張ります。また編集配信だな。いや、今回ちょっと音取んなきゃいけないから編集配信きついかもしれんな。無理かも。こんにちは。5時まで勉強します。えらい、30分集中タイムで頑張ろう。腕痛くなってきたわ。腕の筋肉痛が始まってまいりました。でも全く熱は持っておりません。今冷え冷えです。なんならこっち打ってない腕の方があったかいまである。なんでなんで、それはなんで。でも昨日ね、なんか布団入ってから寝れなかったんだな。1時ぐらいに布団入って2時間3時ぐらいまで寝れなくて、昨日ずっと目つむって、そう、うわー寝れないってやってた。寝れないよーってやってたから、今多分眠いんだと思う。普通になんかお薬飲んだから眠いってのもあるけど、単純に寝不足で眠いっていうのが正解かも。こんにちは、元気ですか。元気です。そういえば明日誕生日、お、おめでたい。何歳超えたぐらいからさ、誕生日嫌になるんだろうね。そういえば今誕生日が大好きだけど、そういえば今その世界中の主役になれるような無敵な感じがする誕生日のことが大好きだけど、何歳から嫌になるんだろうなって思ってる。25、20後半、30過ぎ、25、30超えると、まあそのぐらいなんですね。20代でアラサーになってくるときついってこと。きついな。でもまだ5年猶予あるわ、少なくと5年間は誕生日を楽しみ尽くしたいと思います。そしてあとはもう消化試合みたいなはいはい誕生日ねぐらいになると思うんで、あと5年ぐらいは誕生日楽しんでおきたいと思います。1年あっという間だよ。でも この2年ぐらいめっちゃ長いんですけどね私。あ、1年いや、なんか19歳の年めっちゃ長かったんだよな。じゃあ19歳なんかすげえ長かった。なんかめっちゃ楽しんだわって感じ。そう、もうすぐ20歳って思って、今年がラストティーンだから頑張らなくっちゃって思ってたけど、めちゃくちゃ楽しめたよ。めちゃ長かった。そう、いいことですね。めっちゃ長い19歳だったの。最高の1年でしたね。いろんなことがあったからでしょうな、きっとな。前半とか何も覚えてないけどね正直5月ぐらいまでの記憶あんまないんだけど、なんか長かったなって思う。あ、そう、上半期何にも覚えてないんだよな。
人はバースデーケーキのろうそくは本数数字のどっちですか。まあ、立てるなら数字ですかね。なんか数字の方が可愛くない。こんにちは、こんにちは。二十歳楽しみだね。まあそうですね、二十歳も楽しみです。楽しい一年になりそうな予感がしています。なりそうな予感というか、絶対に何があっても楽しい一年にしてやるぞという意気込みでございます。そう、19までとその後の人生って体感時間同じくらいって聞いたことある。いや、それは絶対に嘘、絶対に嘘。なんかやっぱ新しいことに挑戦しないでダラダラ過ごしてるとあっという間らしいのよ、その1年経つのが。でもやっぱその初心というかさ、挑戦心というかさ、その気持ちを失わずにいろんなことに挑戦してれば、全然20超えてからも1年すげえ濃密で長いなって思うと思うんだよね。全てを諦めても食べて寝るだけでいいやってなったらあっという間に過ぎていくと思うけど、そう、全然新しいことに挑戦してる限りはそうではないと私は思っています。こんにちは。だからさやはいくつになっても、あ、すごい夕日綺麗。いくつになってもチャレンジ精神を忘れないで、いい一生を過ごしたいなと思っている、思っています。眠くなってまいりました。まあそろそろ1時間ぐらい経つんで終わりにしますか。眠くなってきたし、でもまた今日この時間に寝ると夜寝れなくなるんで、ちょっと早めにお風呂入ったりしたいと思います、思ってます。めちゃくちゃ夕日当たってるよね今、こっから上、窓の枠がここにあるんですけど、今すごい夕日感じてる、今明るいですね、夕日感じてます。夕日見せて、窓から見ればみんなも見えますよ。じゃあランキング読みます。13位かぼちゃ先生ありがとうございます。12位けんけんさんありがとうございます。11位ニューヤマヒロさんありがとうございます。10位ジョークスノーさんありがとうございます。9位はサッピーさんありがとうございます。8位さとちゃんありがとうございます。7位ともずさんありがとうございます。6位やすさんありがとうございます。5位やちさんありがとうございます。4位たところさんありがとうございます。3位バイクゾーさんありがとうございます。2位まさとさんありがとうございます。そして1位はとめさんありがとうございます。ではおやすみみんな、今日は明日からまた1週間始まりますから、みんな早く寝ましょう。ではまたね、バイバイ。